いやー、結局さ、ジャイアンツピッチャー良かったとしても、打てへんかったらマジで意味ないやん。ほんまに、点取れへんかったらピッチャー見殺しにするやんって思ってる人ってマジで多いと思うのよ。実際俺もそうなんやけど、リーグ戦再開後のちょっと理想的な打順というか、今僕が考えている中で一番最適な打順っていうのは何なのかというところを今日ちょっとね、皆さんに発表させていただきたいし、皆さんの意見もちょっとほんまにね、欲しいなと思っております。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ててください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、今冒頭でも言いましたけども、ちょっと打順についてね、考えていきたい。皆さんの意見も欲しいと思ってます。はい、21日からかな、リーグ戦が再開して、まあセリーグ団子状態なんでね、マジで抜け出すためには、やっぱり、ピッチャーっていうところはね、ジャイアンツ、ちょっと中継ぎ陣疲れてきてるなっていう感じはあるんだけど、まあ先発ね、今日出した動画、6時に出してると思うんだけど、ピッチャーのことね、すごくいいよっていう風なことを言ったんだけど、それでは、それでね、やっぱバッティングっていうところ、やっぱ点取れなかったら、1対0でも負けるは負けやからね。だから、バッティングっていうところをちょっと今日は見ていきたいと。で、特にバッティングで何が大事って言われると、やっぱ打順って大事やんか。で、この間日本ハム戦の、坂本さんと直樹さんがね、ホームラン打った時あったじゃんか。で、あの時って打順が、6番直樹さんかな。で、7番が坂本さん入ったんかな。っていうのあったやんか。で、あれ、みんな聞いてたかもしれないけど、安倍監督が、一回全員、ピッチングコーチとか全員のコーチ集めて、本当に嫌らしい打順というか、嫌に感じる打順って何なんだろうっていうところをみんなで話し合って出した打順があれやったんですよ。だから、一見ね、僕見たときに、おい、これ打順、2番 DH、岸田入ってるし、これ大丈夫かって、点入んのかって、正直思ったんだけど、やっぱり、丸さんとヘルナンデスってところが調子がいいから、で、下位打線がね、まあ、直樹さんとか、坂本さんを入れることによって集めまして、で、上にね、上位に帰ってきた時に、まだその、勢いを持続させるっていう感じの打線だったんで、まあ、相手からしても非常にこう、気が抜けないっていうところはあると思うし、で、やっぱり早めにね、上の方の打順に、いい打者を置きたいっていうのはあるんだけども、やっぱり、まあ、そればっかりになっちゃうと、逆にね、バランスが悪くなるというか、もう、6番以降は全然点入らへんな、みたいな、とこにも、繋がりかねないかな、っていうふうに思うので、ちょっと今日ね、僕が考えた、まあ、ちょっとありきたりですごく申し訳ない打順にはなっちゃうんだけど、ちょっとね、皆さんに、意見をお聞きしたいなと思って、ちょっと新しいホワイトボード買いました。ちっちゃいホワイトボードね。はい、こちらになります。見えてるかな？ちょっと僕ずれますね。これ見えてる？大丈夫かな？はい、こんな感じ。はい、どうすか？どうすか？率直に。どうすか？映ってますよね？これ大丈夫？大丈夫ね。はい、まあ、1番丸選手ね。で、2番吉川選手、3番ヘルナンデス選手、4番カズマ選手、で、5番萩尾選手、6番坂本選手、7番岸田選手、8番伊豆選手、9番ピッチャーというところで、これが、ま、一番いいんちゃうかなって、現状でね、現段階で、これが一番いいんちゃうかなと思ってますと。で、ま、一個ずつ説明していくと、まあ、丸選手とヘルナンデス選手ね、僕は右バッターを2番に置きたいっていう意図がありますと。まあ、何回も言ってるんだけど、まあ、右打ちもしやすいし、で、ランナーが盗塁した時とか、エンドランした時も、右バッターだったら見れるじゃないですか。視界に入るんで、盗塁の時もね、わざとスイングを空振りしたりとか、そういったことも、右打ちもしやすいし、そういったところで2番には、右バッターを置きたいっていう意図があるんだけど、丸ヘルナンデスというところを繋ぎすぎると、連番にしちゃうと、ちょっとそれ以降の打順が、ちょっと今の現状でね、みんなの調子考えると、ちょっときついかなっていう感じあるんで、ちょっと一個話しましたと。で、2番に直樹さん入れたんだけど、まあ、お前言ってるの違うやんけと。左バッターやんけって思われた方いるかもしれないけど、でも実際、直樹さんも状態がいいんで、で、そういったところで、まあ、その、右打ちとかあるんだけど、やっぱ繋いでくれるっていうのが大事だと思うし、まあ、ヘルナンデス選手はね、
まあ、丸選手もそうだけど、状態がいいっていうのがあるんで、その前にランナーを貯めておきたいっていう意図があるんで、ちょっと2番は右というところをちょっと無視して、2番に直樹さんを入れておりますと。で、まあ、その状態によっては、3番直樹さんでもいいと思うし、で、2番ヘルナンデスでもいいと思うし、ここはね、動かしても全然僕は問題ないかなと思いますと。で、4番は岡本和真ですね。はい。まあ、ここはまあ不動というか、まあ僕もね、前3番入れた方がいいんちゃうかとか、まあいろいろあったけども、結局まあここに落ち着くんかなとも思ってますと。で、まあ今日のサムネイルに書いてましたけども、僕この5番の萩尾選手っていうのがめちゃくちゃ重大なんですよ。重要になると思うんですよ。うん。なぜかっていうと、今まで岡本選手の後ろって、まあ坂本選手が打つこと多かったじゃないですか。で、まあなかなか結果出せないと。まあ読みもあったりとか、まあその調子も悪かったりとかして、なかなか打てないっていうところがありました。で、萩尾選手がこの間、2軍から1軍に上がってきまして、まあそのすごくアグレッシブな、姿勢というか、バットを振っていくというかね。まあちょっと、若手のイタリというか、あれじゃないけども、やっぱりそういった風に振っていくっていうのはめちゃくちゃ大事だと思うんですよね。で、そこで、まあ岡本選手の後を打つんで、まあ責任は重大なんですけど、やっぱりこれぐらい若武者というか、これぐらいがむしゃらにやっていく人が入れてもいいのかなって。で、パンチ力もあるし。で、非常に打撃の内容とかもね、足の上げ方変えてから曲がっとしが、すごく取れてるなっていう印象はあるんで、僕はこれ坂本さん入れるより萩尾選手入れた方がいいんちゃうかって思ってるんですよね。で、まあ、萩尾選手が、掃除というか、ランナーを返せなかった時のための、ここで坂本さんですね。うん。で、坂本さんの状態も、まあ、良くはない。良くはないけども、ちょっとずつ上がってきてる。ホームラン打ってからね、ちょっと上がってきてるっていうのもあるし、で、逆にその、この間7番かな？で、ホームラン打った時もありましたけども、やっぱり、上位で、打つのと、まあ、下位の方で打つのでは、やっぱプレッシャーも違うと思うんで、調子がね、めちゃくちゃやっぱ上がってきたなって感じになるまでは、僕は、この6番に入れるのが僕はいいんじゃないかなって、ベストというか、ベターじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。で、この萩尾選手が、掃除できなかったところを、まあ、調子のね、徐々に上がってきている坂本選手が、掃除をすると。で、7番に岸田選手ね。で、岸田選手、この間2番打った時とかもありました。で、状態も悪くないですと。で、まあ、一発も、ね、壺にはまればあるというところで、まあ、そういうバッターが7番にいるっていうのはめちゃくちゃでかいと思って、今までやったら大城さんが5番打ったりとか、まあ、いろいろありましたけども、まあ、今年の成績だけ見ると、まあ、ピッチャーとの相性であったりとか、まあ、守備面も含めて、まあ、バッティングもそうですけど、やっぱり、こっから、今の段階でね、大城さんにレギュラーが移っていくかって言ったら、そうはならないと思うんですよね。結果だけを見ると、数字だけを見ると。だから、まあ、大城さんも、小林さんもそうですけども、まあ、競っていかなければいけないと思うし、でも現状を見ると、まあ、岸田選手が一歩抜け出してるかなって、特に交流戦でね、そういう風に感じたんで、僕は7番に岸田選手がベストなんじゃないかなっていう風に思います。で、8番ですね。8番に伊豆口選手ね。で、伊豆口選手も実際率とかそんな良くないじゃないか。うん、良くないじゃないですか。で、なんだけど、結構しぶとい打球というか、打ったりするし、ツーストライク後にもね、アプローチっていうのは非常に上手かったりするんで、で、この間ホームランもね、まあホームランを期待するバッターではないんだけど、まああれだけね、の打球、楽天の時かな、打てるっていうのも、まあ相手もね、ハマれば一発あるやんっていう風なところを意識させておくと、やっぱりこう、多少ね、コントロールミスしたりとかそういったこともありますと。で、足がめちゃくちゃ速いわけではないんだけど、でも、つなぎの面であったりとか、球数粘ったりとかいう、そういったところは非常にうまいかなっていうふうに思うので、そこのバッターが8番にいるっていうのは、まあ非常にいいと思うし、まあ目指してほしいのはね、やっぱり、木浪選手みたいな感じのところでね、やってもらいたいなとは思うし、まあ今現状、門脇選手かもね、なかなか出れてないっていう現状ありますけど、まあでもあの感じやったら出れないなっていうふうに、思っちゃうし、でも実際正直なところ言うと、やっぱりあの少ない打席で調子を上げていくっていうのも難しかったりするんですよね。うん、それは本当にまあそういう扱いというか、そういう起用法をされるようになるまでちょっとこう調子が悪かったっていうのがまあ原因だと思うんで、そこはやっぱりね、伊豆口選手も元々は、ね、控えというところでやってたわけなんで、そこはね、門脇選手もね、こらえるというか耐えて耐え忍んで、
率を上げてね、打てるっていうところを証明して、まあ、徐々にね、スタメンの機会を増やしながら、そこから調子を戻しながら、活躍していってもらいたいなとはいうふうに思ってます。で、9番にはピッチャーが入るという形で、これどうでしょう？これどうですか？僕は、今現状で言うと僕これベストなんちゃうかなと思ってるんですけど、どうですかね？先ほど言ったようにこの2番の吉川とヘルナンデス、この3番をここを変えるっていうのもありだと思うし、僕1番の丸さんっていうのは今あんまり変えない方がいいんじゃないかなって思ってて、やっぱりこんだけね、1打席目ね、結構いい打球打ってくれたりとか、そんだけ率も残してくれてるから、まあホームランっていうところはめちゃ、昔と比べると減ってるんだけど、その分ね、出塁率とか、コンタクト率っていうのは、意図的に上げてるというか、ちょっと、パワーフォルムからちょっとこう、ミートフォルムに変えてるみたいなところのね、打撃の変更っていうのもあるので、そこはね、僕はあんまり一番丸っていうところは今あんまり変えてほしくないなとも思ってますと。んで、再度言うようですけど、やっぱこのね、5番の萩尾選手ね、ここが、どうなるかっていう、ここがある程度ハマってくれたら、多分この勢いのまま坂本さんとか岸田選手も繋いで、1イニングに2点3点みたいな、得点をね、積み重ねられるかなと思うんですけど、ここでちょっとこう、プツンと消えちゃうと、またここから始まりってなって、1番、2番、3番打つんだけど、またここでプツッと止まるみたいな、チャンスは作るんだけど、一本出ないみたいなところになると思うんで、この5番の萩尾選手っていうところが、どれだけやれるか、若武者でね、がむしゃらに、どこまでやれるかっていうところが、多分ジャイアンツが一本出ないなって言われるチームになるか、ジャイアンツってハマり出したらめっちゃ点入るなって思われる、このほんまに境目だと思うんですよ。この5番だと思うんですよね、僕的に。ここに、本来ね、言い出した、まあ、坂本さんとかが入ってたんだけど、なかなかこう、今現状微妙だから、じゃあ、若い力にというか、おだけがむしゃらに振っていく。で、二軍でこんだけ状態上げてきた萩尾に任そうじゃないかっていうところ、が僕はいいんじゃないかなっていうふうに思っております。はい、そんな感じでね、今日は打順について見ていきました。まあその打順なんては、なんてものは、まあ正解がないし、まあ結局生き物のようなものだと思うので、チームなんていうのは流動的というか、日々ね、調子であったりとか、まあ怪我人が出たりとかっていういろんな事態が起こる中で、その中で最善策を取っていく。一番点取れる、一番、守備の面も考えながら一番いい打順、いいスタメンはどうなのかっていうところを日々考えるっていうのが野球の醍醐味だと思うし面白いところだと思うのでそういったところで今現状ね今現段階この6月10何日や今 ?8 かな、日現代で言えると僕はこれがベストだと思うし21日のねリーグ戦開始からこのメンバーで行ってくれたら点が取れる可能性っていうのは高いんじゃないかなっていうふうに僕思っております。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。チャンネル登録もよろしくね。